フェルナンド六世は、スペイン王。フェリペ五世と最初の王妃マリアルイサの四男。物事をよく考えてから行動することから、慎重王と呼ばれた。フェルナンド六世父フェリペ五世は1724年に一時、退位し、フェルナンドの長兄ルイス一世に王位を譲っていたが、ルイスがその年のうちに休止したため福井氏、1746年までくらいに、あった。 フェリペ5世の知性には政治に参与できなかったが、他の兄はルイスより先に創生していたため、フェリペ5世の死に伴い、フェルナンドが大いについた。即位後は、エンセナーダ公爵や、ホセデカルバハールイ・ランカステルなど有能な家臣に恵まれ、内政では、税制、財政の改革、海軍の増強、道路、橋、造船車などの建設など、 社会のインフラ事業に努め、文化面では王立産フェルナンド美術アカデミーの創設や天文台の設置などにも力を入れ、スペインの国力増強に努めた。外交では、エンセナダが新仏派でカルバハルが新英派であり、二人は激しく争った。この清掃は1754年に、カルバハルが死去、エンセナダが失脚するまで続き、その間、 フェルナンド六世は中立を堅持し、イギリス、フランス、ポルトガルとの関係を改善した。次の首相は、アイルランド出身のリカルド・ウォールであり、その出自もあって、親英派だったが、フェルナンド六世の知性の間は引き続き中立を維持し、七年戦争の参戦も見送った。また1753年には、ローマ教皇ベネディクトス十四世とコンコルダートを締結。 カルロス2世時代に失われた司教の任命権と聖職者への徴税権を取り戻した。フェルナンドは1729年にポルトガル王女ン5世の娘バルバラと結婚したが、子供はできなかった。晩年の1758年にはバルバラに先立たれ、精神疾患となってビリアビシオザデオドン城に遊兵され、廃人同様の生活を送った。 死後は、マドリードのサレサスレアレス修道院に埋葬された。フェルナンドの死後、ナポリオ及び、シチリア王であった、イボテ・カルロスが代わって、スペイン王位についた。ありがとうございます。